まあ、ケイさん、今回、まあ、公開練習、ちょっと外でっていう形でしたけども、普段はこういった外のラントレだったりとかっていうのは、結構多めにやってたりとかするんですか？そうです、毎朝ここの公園で走ってますし、鉄棒があるんですけど、鉄棒でもよく遊んでますね。トレーニング、鉄棒はトレーニングになるんですよ。うん、やっぱりこう新体操じゃないですけど、そうですね、やっぱこう基礎体力みたいな、そうですね、瞬発力もつきますし、やっぱ反動、懸垂とかですね、よくやってます。自然でトレーニングすることが多いですね。そうですね、こうで先ほどもなんか動き終わった後に、はい、呼吸法をなんか見せていただけるということで、はい、見させていただきましょう。あれはどういったなんか意図だったりとか、はい、呼吸法は体を整えるんですよ。ずっと僕怪我で悩んでましたけど、この呼吸法と出会ってすぐ、怪我がなくなってですね、体の中に声帯を作るというイメージです。体が自分の体を自分で治してくれるっていうシステムを作ってくれるんです。それが僕にあった呼吸法ですね。そういったのも取り入れて、はい、こう今の体調だったり、はい、体の状態、試合に向けてのコンディションはどうですか？そうですね、毎日呼吸法で整ってるんで、毎日が万全ですね。これはもう1日3試合、3試合と もう最高の状態で、この呼吸法のおかげで挑めることができます。改めてなんですけども、今回トーナメント、参戦という形で、でまあ、最初その最初にこのトーナメントの出場のオファーをいただいていて、どういった心境だったんですか？これも僕やりたかったんですよ。今コロナで外国人選手来れなくて、来るだけの選手ももうほぼほぼみんな試合してるし、だったら今いる選手で一番強いやつ決めたいなとちょうど思ってたんで、願ってたものが、オファーいただきたいなと思ってます。こうケイジ選手、まあ、ずっと、まあ、この K1 が新しい体制になってからこう重量級をまあ中心にこう活動してきて、で、まあ、この重量級をこう引っ張っていきたい、盛り上げていきたいという思いも以前からお話ししましたが、改めてその心境というのはどうですか？なんか変化、このトーナメントがきっかけでまた改めて変化だったりとかあったりとかしました？そうですね、徐々に、日本人の重量級も増えてきて、盛り上がるというか、まあ、結局人口が増えると自然と盛り上がると思うんで、このトーナメントをきっかけにもっと重量級の面白さをみんなに気づいてもらえると、K1 で重量級が中心になっていくと思います。どうですか、このトーナメント決まって周りの反響だったりとか、なんか反応とかってありました？一番苦しいとこいるねっつってみんな言ってます組み合わせがですね。ただ自分はさったりやりたかったし、京太郎選手もやりたかったし、京太郎選手が上がってくるとは限りませんけど、まあ、自分がやりたい選手をやれるんで、自分はそれで良かったなと思います。どうですか、こう K1 のこの年間の最大のビッグマッチでこのトーナメントが行われるっていうこの意義だったり、はいはい、このなんか運命的な部分というのを何か感じてますか？そうですね、もう競馬に責任を任せたぞと言われているようなものだと思ってます。まあ、記者会見でも中村プロデューサーの方が無差別級がこの競馬の原点というお話もありましたけれども、はい、それについてはケイ選手はどのように捉えてどのように思っているとかしてますか？そうですね、まあ、この重量級というのは原点で、また盛り上がりをですね、今から始まるんじゃないかと、盛り上がりをこれから俺らが作っていこうと、まあ、作っていけと言われているような感じがしました。まあ、今回初戦の相手がサッタリ選手ですけど、サッタリ選手の印象を、ケイ選手からどのような印象ですか？そうですね、すごい瞬発力がありますね。パワーとポテンシャルの高い選手ですね。まあ、それこそ K1 無敗、はい、で、まあ、日本人
こうバッとバッとと倒して、まあ、日本人キラーみたいな部分もバッタリ選手はあると思うんですけど、はい、ケイ選手から見て、はい、まあ、弱点だったり穴だったり、はい、そういうものはこう研究とかはされてるって感じですか。そうですね、まあ、試合見たことあるんで今は映像とか見てないんですけど、武器が強い選手って同じぐらい穴があるんですよ。でそういうところに気づけてない選手が多いんですよね。私は彼の、強みを、弱みと思ってるんで、そこをついていきます。自分以外でこうサッタリ選手に勝てる日本人はいないみたいな、まあ、それこそ研究している部分の中でそういったことは思ったりしました。ああそうですね、まあ、ちょっと頭を使えられるようになればサッタリはみんなじゃないですけど倒せる、サッタリを倒せる選手も出てくると思います。まあ、1回戦からこうそれこそ KO 率が高いこのカードの組み合わせになりましたけど、どうですか、やっぱこのカード平選手的にもこう燃えるものとかっていうのはありますか。燃えるもの、そうですね、このトーナメントは結局国内のトーナメントで取らなきゃいけないトーナメントと思ってるんですよ。そういう責任を感じている意味では燃えてます。ただ世界のトーナメントというワクワクはありません。どちらかというと責任感だったり使命感みたいなものが強いって感じですか。そうですね、これを取らないと盛り上げれないと思うんで、今後の重量級をそこの責任を感じてます。準決勝決勝でこう戦ってみたい相手っていうのはなんとなくイメージがありますか。そうですね、準決勝はやっぱ京太郎選手ですね。まあ、どんなものなのか、京太郎選手がそこに挑戦してみたいっていうのと、まあ、去年ちょっと谷川が裏切っちゃって俺が怪我して、別に谷川とやりたいっていうわけじゃないけど、まあ、1回組まれたもんを裏切っちゃってるんで、まあ、そこの責任を取ろうと思って谷川とまあできたらいいかなと思ってます。こう、まあ、トーナメントの中でいうとやっぱりこうネームバリューが対世間でいうと、まあ、京太郎選手、石井選手にこうちょっと注目が集まっている部分があると思うんですけど、やっぱりこう今 その K-1 をこう重量級を引っ張ってきたケイジ選手から見るとやっぱその重量級の今の引っ張ってきたっていう、まあ、こうプライドじゃないですけど、そういったものを見せていきたいみたいなのありますか。そうですね、石井選手はまだ、知らないキックボクシングいっぱいあると思うんですよ。まだ3人でしたっけ。まだそれぐらいですか。まあそうですね、石井選手に関しては名前があるから使ってるだけじゃないのって思ってます。京太郎選手は結局居場所がなくなってね、帰ってきただけだし、別に俺は強いとリスペクトしてるわけじゃないです。どんなもんか試したいという意味で戦ってみたいというだけです。やっぱこう今のこの重量級はこんなに強いんだっていうのを、まあ、世間にアピールしたいっていうのは思ってます。そうですね、この重量級の面白さっていうのを、みんなに楽しんでもらいたいっていうのが一番です。まあ、じゃあ最後になるんですけど、はい、今回、まあ、K-1 重量級をこう背負うエースとして、まあ、どんな結果をこのトーナメントで見せたいと思ってますか。そうですね、まあ、エースだからその全部倒し KO して優勝したいっていう言葉っていうよりも、やっぱりその人間の選手の本気っていう姿を見てる人に届けたいです。人の本気っていうのは人を魅了する力があると思うんで、そういったところを、K-1 ファンのみんなに見ていただけたら嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあ最後になるんですが、このカメラに向かってファンの方にメッセージをお願いします。はい、これから今年はですね、重量級のブームが、始まります。重量級の魅力を楽しんでください。